なんだ。え、何があった。いや、なんか爆発事故とかで。おい、あんた。ハルカ。キリュウ。伊達さん、ハルカは。すまん、奴らまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ。ハルカどうした。ほんの1時間くらい前だ。ハルカ、何してるんだ。私やっぱりここにいちゃいけない気がする。え、私キリュウのおじさんのこと好きだけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。ハルカ、だから私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし、本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。ハルカ！すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング？この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の三つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ？河原のシステムがダウンしちまってる。わからねえんだ。なら、しらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。ハルカの居場所がわかるかもしれん。わかった。なんだてめえは。ハルカどこだ。はぁ、おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ。ほら、なんのかこら。ふざけんな親父野郎、舐めやがって。おい、この親父べっ殺しまえ。Yeah!
おい、ハルカをどうした？どこにやった？死にません。俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ？赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる？劇場前の広場に デボラっていうクラブが。そこが奴らの溜まり場っす。キリュウだ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課に遥の捜査依頼があったらしい。一課に？どういうことだ？詳しいことはわからん。ただ遥は誘拐の被害者ってことになってる。東上会とは別の組織が動き出したんだろう。キリュウ、奴らより先に遥を抑えるんだ。急げ。わかってる。てめえ、こんなことしてただで済むと思ってんのか？はるかを返せ。さもなきゃ、お前ら、皆殺しだ。兄貴、面白いぜこいつ。やれるもんなら、やってもらおうじゃねえかよ。お前じゃ無理だ。
てめえ、こんなことして死んだも同じだぞ。はるかはどこにあった？知らねえよ、そんなもん。待って。どこだ、はるかはどこだ。俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた？ラウカーロン、ジャカのラウカーロンです。子供は中華街のラウさんのところに。ラウカーロン。ラウさん、これは。先ほどの食杯に薬を入れました。キリュウさん、堂島組の皆さんは我々と対等のつもりなのですが。何？偽造パスポートに2000万？我々に敬意を払っていないから、そんなことが言えるのです。だから、我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむっこいほど、何よりのメッセージになるのです。では、遅くなったな、カズマ。おやさん、足が。何？お前のためなら足の一本や二本。すみません。長いは無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。奴が、ハルカを。おい。なあ。そうか、ガキを奪ったか。ええ、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おお、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30？ じゃあ島野さんは70ってことですか。
いや、うちは50や。なら、残りの20億は？おお、来たか。なあ、ラウ、紹介するわ。これが5代目近江連合の寺田いう男や。以後、お見知りおきを。錦山のアホから、ガキの情報を持ってきたんが、この寺田や。残りの20は、こいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで。年が20も下のガキに、出し抜かれるかっちゅんじゃ。ははは。